早期教育とは、子供本人ではなく、保護者や国家など大人の意向で、一般よりも、年齢を繰り上げて、文字や、数、外国語、音楽、スポーツなどの教育を開始すること。本校では主に日本の早期教育について述べる。早期教育は、脳が柔軟なうちに、子供の知的好奇心を促進し、高い吸収能力や、順応能,能力を持つ。 幼い間に教育を開始することで脳の活性化を高めれば優秀な人間に育つという理念に基づいている。そのため脳科学や発達心理学と非常に深い関係がある。早期教育によって将来の可能性を広げる十分な基礎学力を得ることによって落ちこぼれを防ぎ子供の自尊心を高める年齢や達成度という枠にとらわれずに自由に教育を受ける。 ことができるといった利点がある。学習面に限らず、独創性、社会性、情緒性を高めるための教育も含む。また、早期教育は、エリート教育、ギフテッド教育と重複する部分も多い。様々な種類があるが、日本では、早期教育というと、主に、超早期教育と、幼児、就学前教育を指すことが多い。一口に、 早期教育といっても導入する保護者の目的や実践内容は様々である。積極的に早期教育を取り入れるのは以下のような動機が背景にある。早期教育は江戸時代やそれ以前にも存在していた。教育者である親自身が手ほどきしたり、親戚や知人のもとで将来づくであろう、職業に関わる教養や訓練、または しつけとして幼少より学問を収めさせていた。また振動とみなされたものが、教育者のもとに預けられることもあった。明治時代に年齢を基本にする学年制が確立し、義務教育機関における、早期教育はなくなった。1990年代になって、早期教育が加熱し始めたのは、以下のような要因があるとみられる。 民間企業が戦略として、早期教育産業に参入メディアによる、早期教育の紹介少子化で、子供一人にかける期待と費用の増加ゆとり教育に、対する危機感と、その解決法としての先取り教育親が、自己の育児能力、指針に対して、自信喪失親が子育てによる、自己実現、生き直しを求めている、臨界期など、脳の発達研究の深度と興味の、 増大受験準備の低年齢化東京大学教育人間学教授の塩見敏之は中央教育審議会において地震喪失と企業戦略の2点を主な要因に挙げている。塩見によると社会や育児環境の変化でこうやっておけば大丈夫と子供を放っておける時代は当の昔に終わっておりまた親自身も放任された世代ではないため積極的に 育児参加、教育指導をするべきだと考えている。しかし、時代の流れが早く選択の幅が広い現代、社会では、確固とした育児目標が持てない親は、ガイドラインを失い不安な状態にある。自己の育児能力に対する自信を喪失しており、親が育児の先生を必要としている状態である。 親の先生代わりとして登場したのが、育児のノウハウを作り上げ教育産業へ進出した民間企業であり、早期教育論や右うのを、左脳論を掲げる出版、メディア業界である。地域教育に関して、これだけやっておけば、大丈夫という安心感を親に与えるだけでなく、健康、しつけ、情緒の発達、また親の悩みといった面まで、常に情報不足を感じている。 親のニーズをうまくすくい上げ、ビジネスチャンスにしている。受験を経験した世代である親は、短期間で効率的に成し遂げるという早期教育に共鳴しがちである。特に蜘蛛式や、真剣ゼミは受講経験のある親が多く、安心感を与える。年齢に固執せずに次々と家庭を進むのが、早期教育の最大の利点であるが、特に乳児、幼児、 小学校低学年など、小さい子供には無駄、弊害があるという説もある。2007年の時点では、まだ早期教育は、実験段階であり、十分なサンプルを得た科学的な調査結果、長期にわたった、研究結果が出ていない。批判は主に次の4種の主張に分かれる。ABCD、幼児期からの心の教育に関する、省委員会議事録。 www.mext.go.jp2021 年4月6日閲覧分野別今時のキーワード www.kikokusha-center.or.jp2021 年4月6日閲覧内田信子子育てにもう遅いはありません榊原陽一 子供の脳の発達臨界期、敏感期ハットアイラ2006年4月10日号、あと伸び脳の作り方、ハットユニバーシティ・オブ・ワシントン・ニュース・ベビー、DVDS、ビデオズ・メイ・ヒンダー、ノット・ヘルプ、インファンツ、ランゲージ・デベロップメント・アーカイブド2007年8月18日、アット・ザ・ウェイバック・マシン、シアトル・ポスト・インテリジェンス2007年8月14日、 ディズニー・アスクス・ UW2 ツー・リー・トラクトイレスポンシブルステートメント・オン・ベビー・ビデオズ保坂信と早期教育で湿地回復図る母の危うさブラゴズ2021年4月6日閲覧 AB 1998年中央教育審議会審の教育に関する省委員会第11回早期教育の現状と問題点坂木原陽一 子供の脳の発達臨界期、敏感期。ありがとうございます。